時間になりましたので第2部を開始いたします第2部は実際に新しい働き方に取り組まれている地元企業3社によるパネルディスカッションとなります登壇者の方をご紹介いたします九州教具グループ代表船橋様クリーニングエイトドライ代表林様 株式会社3期代表取締役副社長、山口様、ファシリテーター役として、一般社団法人ワークデザインラボパートナーおよび株式会社ワークデザインラボ大住み取締役、伊藤様、また、長崎市から産業雇用政策課課長、久保が登壇させていただきますそれではよろししくお願いいたします。 まずは各社の取り組み、事例からご紹介していただこうと思います。まずは、あの3期の山口副社長様よろしくお願いいたします。え、皆様はじめまして。え、3期の山口と申します。え、この度はこのような機会をいただき、誠にありがとうございます。ま、簡単ではありますがえ、弊社の紹介とその後にえ取り組み、事例のお話をさせていただければなと思います。私どもは社員数はえ70名程度で。 今年73年目を迎える会社でございますで事業内容は建設業を主としておりましてダムだったりトンネルあとは港湾施設などを作ったりあとはマンションなどを建てたりするその管理業務をしている会社でございますでその他に浮桟橋の製作設計であったりあとは再生可能エネルギーを利用したバイオマスのエネルギー事業あと埋蔵文化発掘事業など複数の事業を手掛けております でその他あのグループ会社として建築の会社があったりあとは不動産事業をしたりとかグループ経営でいろいろ事業を行っております。で今回のお話の取り組みなんですけども、のちょうどまた詳しく紹介させていただきたいんですが、大きく三つのカテゴリーで取り組んでおります。えまずは社内の環境や制度の改善を行っております。えまあその中のえ具体例としてはまず有給休暇制度を少し見直したりですとか。 あとは社内の中に業務改善委員会というものを若手を中心として作りましていろんな意見の集約を行ったりですかとかあとは人事評価制度を取り入れまして社員の方一人一人との一対一の評価面談を行ったりしたりをしておりますで2つ目ですがさまざまなあとは認定制度や SDGs への取り組みへの挑戦を行っております まあこちらの資料にもあるんですけども、エルボシであったり、あとは健康経営有料企業を取得させていただいたりと、様々な認定に挑戦をしております。で、最後になりますが、あとはリクルートに対して取り組んでおります。毎年、頑張って新入社員を獲得したいと考えておるのですが、やっぱりちょっと今、厳しいのが現状でありまして、新入社員の方々に、会社に早く慣れていただけるようであったりとか、また、 そのリクルートをする際に会社に対して興味を持っていただけるようにこちらも有給休暇のまた新しい取り組みであったりまた働き方であったりとかあとはこちらも後ほどになりますがあの建設ディレクターという新しい職種を社内で構築したりなどをしております本日はよろしくお願いいたしますありがとうございます続きましてクリーニングエイトドライ林様よろしくお願いいたします はじ、えー、めまして、えー、今日はよろしくお願いいたしますえっ、ー、と、大村市の方で、えー、クリニング業をやってます、えー、うちの場合は、えー、正社員は家族で一緒にやってるものが1名だけであとはパート社員ばかりになりますけども、えー、ここ 自分自身が代表になりましてここ10年まではまだなってないんですがなかなか社員の定着ということが結びつかずに悩んでいたところ働き方改革そういうお話も耳にするようになっていたのでいろんなところにお話を聞くようになっていろいろ結果を出しつつ今を迎えています。今日はあの 多くの、えー、企業の代表者様に、えー、お話をする機会をいただきまして、えー、なかなかない、えー、経験かと思いますので、えー、不慣れな状況ではありますけれどもよろしくお願いいたします。えー、取り組みにおいてですすけどもまずず就業規則を必ず用意する というところまでの事業ではなかったんですがまずこちらがあるとないとではえ雇用体制え関係においてえ全然えまあ安心感と安定感というのが違うかなというところでえ今回作成するようになりました。 退職金制度の方も、パート社員がほとんどの中ではありますが、正社員を今後増やしていく上では、退職金も含めて安心感を用意していけたらいいなというところで、相談し、いろんな支援いただくところに相談しながらですね、導入することができました。 えー、労務管理においては、えーまあ、主婦の、えー、と短,短時間の、えー、雇用関係の、えー、社員が多くある中でそれぞれが、えー、働ける環境働ける時間帯が異なるということがありますので、えー、就業規則の中に20種類ほどの、えー 就業時間を、えー、設けてそれ,それぞれが、まあえー、働ける条件の中で都合がいいタイミングで勤務していただくという環境づくりを進めていきました、えー、賃上げ休日休暇なども、まあ後でまた、えー、詳しくお話しできたらいいなと思います、えー、3番目、えー、正規雇用労働者に対して換算期でも繁忙期と同様の就業 時間の確保というところにおいてはクリーニング業というのは繁忙期と閑散期の仕,事の仕事量の差がものすごく大きくて閑散期だから時間が労働時間が少なくなるとか繁忙期だから極端に残業ばかりになるというようでは雇用者にとってなかなかいい環境でもありませんのでここを 改善していくためにはじゃあ何ができるかというのも常に日頃から考えていましてえまあえ例えば閑散期である夏とか梅雨とか真冬の時期なんかはクー,ーリング業界はなかなか仕事が少なかったりするんですけどもその時期ならでは例えば夏だったら夏休みっていうのがキーワードに上がりますので夏休みにも えどういうことができるかとかいうそういうアイディアをこう探し出しながら安定して仕事をこう供給していただけるような状況でえ社員の労働時間を確保していくというのを継続してやってきましたえ実際コロナがここ数年過去3年ぐらいずっとあった中でも当社の場合は え雇用調整助成金なども使わずに変わらずえ雇用し続けていることができております。最後、ポスレシステムの導入なんですけどこちらはもともとエイトド,ドライという名前はまああの大村市で8店舗の店舗を作りたいという目標がございましてえ名前とまあ合わせて店舗を増やしていく。 展開を進めているんですけども、えー、店舗を増やしていくごとに社員も増やしていく必要があります。えー、そんな中で、えー、やることはどこの店舗でも同じなんですが、なかなか、えー、どの場所に、えー、社員が勤める、えー、シフトで勤めることになったとしても、えー、引き継ぎといいますか、えー、問題なく対応ができるような状況を作ること、あとは、えー、従来、 これまでは、えー、紙を使った媒体例えば料金表とか、えー、手書きによる伝票などというのもずっと使用していたんですが、えー、本店だけの時だったらそれでもよかったんですけど店舗を増やしていくことによってなかなかそういうのではもう追いつかない間に合わないという状況にもなりつつありかつ、えー、社員新入社員を入れても紙の 料金表とかだと記憶に頼る部分も多かったりしてえなかなか安定して仕事が定着していかないなというところでえポスレージを入れることですぐに料金も確認取れたりえどこの店舗に行っても同じシステムですのでえすぐにあの慣れていただき 通常、半年くらいかかってようやく店舗に立っていただける状況だったのが、ポストレジを入れてからでは、早い方では2ヶ月足らずで、第1線で勤務していただけるという状況を作ることができました。まあ、お客様とのやり取りもそれぞれぞ、えー あの時間の短縮化などメリットも出てきてますし、まあ、こういったのも、えー、導入した経緯も含めてまたお話できたらいいなと思います。すみませんちょっと、えー、まとまりが悪いかもしれないですけども、えー、今日はよろしくお願いいたします。はい、様ありがとうございました。では続きまして九州教育グループ船橋様よろしくお願いいたします。はい、えー、九州教育グループ。 社長の船橋と申します。今日はお招きいただいてありがとうございます。あの会社の紹介ということなんですけれども、まああの私どもメインはソリューションビジネスとホテルビジネスをやっております。もとはですね九州教具、今これ九州教具っていうのは持ち株会社になっているんですが、名前が示すように文具教材の会社でございました。 しかし文具教材をですねずっと販売していくとあのここ写真を提示してますように1900年のニューヨークフィフスアベリューの5番目の写真なんですけどこれ馬車が走ってるんですね。で13年後のニューヨークは全て自動車になっているということを考えますとですね文具教材の先に未来はないなと思いましてこれを ICT とかこういう部門に転嫁しようと思って わけですがもともと文具教材屋の私どもにそういうノウハウは全くありませんのでせいぜい5年経ったからコピー変えてくださいっていうのは関の山だったので最も問題が発生しそうなサービス業を自ら始めてそこを実験ラボとしてそこから世の中の移り変わりをフィードバックしそしてそれをソリューションビジネスに転換をして。 お客様に提供するというビジネスモデルを考えまして1996年にキュービックホテルズという長崎の出島にベルビュー長崎出島駅前にウィングポート長崎そしてホテルクオーレ長崎駅前そして10年前にハサミ町から誘致を受けてブリスビラハサミっていうホテル今4軒やっております。よく あのこれほど皆さんも枕言葉として人間の歴史でこんなにスピードが速い時代はないっていうふうにおっしゃられると思うんですね。でいうふうにおっしゃれると思うんですね。って本当なのかなと誰もが言ってることはやっぱり疑ってかかる必要があると思って調べてみたらこれ100年前のニューヨークですけどねあの我々の変化って何かっていうとたかだか2007年に iPhone ができてネット上 デジタル上の変化が合ってるだけでリアルな生活はあんまり変わってないんですよねところが100年前のニューヨークはこれ馬車が自動車に変わるこの方がすごくドラスティックだと思いますなのでやはり未来を想定してそこからバックキャスト戻って今を見つめるとあのこういう考え方をしてますやはり文具教材の未来 これあのフ,ォアフ,アフォアキャストって言うんですけど今の未来はにさほど、えー、進化はないともういうことで想定される未来非常にデジタル化された未来っていうのを想定してそこから遡って今があると考えたときに何をしなきゃいけないかっていうのはの変わってきますよねですから私はあは終身雇用っていう考え方をやめまして、えー、もう人は3年ぐらいで変わっていくという前提で 外国人も女性もありとあらゆる職場に女性がいい外国人がいいホテルでも残業はないし男性社員も女性社員も育児休暇産休も取れるという仕組みに変えておりますでなかなかサービス業ではそれは難しいって言われますけど難し,く難しいけどできないことはないわけですよね。そういいったことで会社を変えていく もともと我々の父の時代あの頃は経済,経済の時代だと思いますがその頃は自分が描いいいた会社の型枠に合うう人材を取り込んでいくっていう考え方してました今私そういう考えをしてなくてどういう組織ができるかっていうのは私にも分からないんですが一人一人の人間これ個性が違いますよね。 一人一人の人間を一つの点ドットとしますと点と点が相なって線になります。線と線が相なると面になります。この辺りまでは差がないんですけど面と面が相なると体をなすんですね。するとこの体になった時に全く違うものができてくるという今経験をしております。例えばいろんな分子構造があってもそれは限られた原子で成り立っているわけですから。 これからは一人一人の個々人の能力を掛け合わせていって自分も想像できないものを作っていくというような形にしたいと思っております。ですから今後どのようなビジネスをするかというのはいろいろプランがありますけれども私から出るというよりは社員さんの中のいろんなあの考え方から次のビジネスが出てくるんじゃないかというふうに考えております。以上ですあありりががととううごござざいいまままししたた、ま、ずは3社の 取り組みをご紹介いたただきましたこれからはトークセッションに移らせていただきたいと思いますので伊藤様、どうぞよろしくお願いいたします。あ 皆さんよろししくお願いしますこのあとはですね私ので司会を務めつつ皆さんに質問をしつつあとはあの長崎市役所からも久保課長さんがやっているのであの市の,あの政策とも聞きながら進めていければなと思っておりますで最後ですねあの船橋社長の方からホワイキャスティングバイキキャスティング、まあ、ニ個の考え方ってお話がありましたけどちょっとあのこの視点を持ちながら皆さん三社の話もうちょっと聞いてみたいなと思っておりまして割とあの例えば三次、えー、さんでいくと県 設業界で2024年問題とかこう目先に対応しなきゃいけないからこうんですかねフォアキャッシングでやらなきゃいけないみたいなのもあればおそらくあの今後事業承継されてあのご自身が社長になってこう自分の代になったらこう将来こうしたいなみたいなバックキャッシングからやりたいことみたいなのもある中で今取り組みされてるんじゃないかなってちょっと思ってるので改めてちょっとこのまた先ほど発表いただいた順番でまずはこう山口副社長から先ほどの一部ご紹介いただきましたけどあの取り組まれた働き方解約この えー、外なんすか外的要因でのあのファクターキャッシなのか内発的動機でのフックターなのかみたいな視点もまじながらちょっとお話いただけるといいのかなと思っておりますがいかがでしょうか、えー、あの取り組みのきっかけで<あ>よろしいですかはいもうそれはあのまあ一番はまあ先ほどの第一部でもありましたけどもやっぱりこう危機感が一番大きかったのかなというふうに思ってますあのやっぱりこう働く方々のニーズがだいぶ変化してきましてあの前は少子高齢化の部分でまあ子供がいない結局子供がいないので 人材の採用にもつながらないっていう部分がこう多くを占めてたんですがやっぱりその高齢化っていう部分が出てきまして弊社の職員の方々も先輩社員の方々もだいぶ年齢が上がってきた部分もありますしまたその先輩社員の方々のお父様お母様の介護っていう部分がだいぶあの社内でも増えてきていますであるのでやっぱりそこを働き方を変えていかな,かいかなきゃいけないっていうことが一番になりましたし あとはあのちょっとまあおそらく他の企業様も同じかとは思うんですけどもあの中間層の人材がちょっと弊社も少ないものでやっぱりこの年齢が高いからとで今ちょっと頑張って若手の社員の方を入れているこの中間層がいないっていう部分でまたその会社時代自体のこう教育の引き継ぎであったりとかそういうふうな部分もちょっとなかなかしづらい環境になってきておりまして。 まあそういうふうなこうすべてあの今後どうしようとそれがまあ二三年後の話っていうよりもやっぱりもう五年十年次第二十年先のを見据えたときにやっぱりこのままではいけないっていう危機感が先行しまして今回さまざまなことを取り組むきっかけになりました、はい。ありがとうございます。あの続きましてあのクリーニングエイトドライの林代表もお聞きしたいんですが、はい、あの。 まあ同じようにこうの社員数名のところでなかなか定着しなくてみたいなところが大きかってちょっと聞こえたところもあるんです改めてこう何がきっかけで本格的に舵を切ったかみたいなところであのなんかご自身の経験からお話しいただければと思うんですがいかかがでしょうまずあの、クリーニングの業界、えー、まずやることが割と特殊なものですから。 新しく新規で雇用してじゃあ明日からできますねちゅいうことにはならないのでやっぱり数ヶ月数年かけてようやく一人前になるっていう状態になりますでそんな中でこの働き方改革を実践していくまではやっぱり1年から、まあ、長くても3年ぐらいで新しい職場に移動されたりとか退職されていく方が多かったのでこれは何かちょっと改善していく必要があるなという。 思いがちょっとと出てきたところですねでそんな中で、えー、クリーニング工場は、まあ、設備機械が、まあ、あの多々ありますけども機械はいつでも構成の側に切り替えたり資金があれば、えー、設備を増設したりできるんですけども、えー、人材っていうのはあの買いが利かない。 せっかく3年かけて覚えていただいてあこれは任せられるようになったなというところでやっぱりこうやめていかれてしまうという状態は機械が故障するよりも、えー、事業としてはダメージが大きくて、えー、そこにそれまでかけて、えー、育成してきた時間も含めてです、ね、これはもう会社員にとってはもうマイナスにしかならないなというところもございましたのでだったらどうやって、えー、長く勤めていただけるようになるか。まあえー 雇用したいいななと思えるってますか、まあ、そういう人材を加工していくにはやっぱり、えー、働きやすい環境、まあえー、大きな会社じゃないですので、まあえー、ど,ど,どこかの商店街とか、えー、小さな、えー、自営業という感覚 の規模ででしかないんですけどもだからできないとかではなくてそれでもいろんなところにこう相談したり力を借りながらですね自営業っていうのは個人でされている方も多いと思うんですけども1人ですると絶対無理なのでやっぱりいろんなご支援をこう受けてやっていくことでできることもやっぱりあると思います。それ自自分自身は体感してきてきつつずつこう えー、職場にですね、えー、用意していくということが現在できているのが、まあ、ここ、えー、取り組み始めてから数年になるんですけども、えー、取り組み始めてからの退職者というのは実際出ておりません。はい、で長く勤めてい,、えー、いただけるような声も全然聞いていますし、えー、少しでもこちらもこう。えー 待遇面もいい状況で働きやすい状態というのを作っていきたいなというのが結果的にですね会社にとってプラスにつながってますので取り組んできてよかったなと思っています。ではです ありがとうございます今あの2社の方から割とこう肌感覚の危機感みたいなキーワードがあったかなと思ってまして一方であの先ほどの九州局の船橋社長の方からは目の前の延長の期間だけでもうちょっとこう将来からの逆算みたいなお話もあったかなと思ってましてかなりこの先にしていろんなことを手打たれてると思うんです。 この御社のこう、働き、働きが取り進められたかみたいので、こうその辺の将来規定のきっかけみたいなところも少し。話しかけるといいのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。そうですね。あの、これは非常にあの個人的な経験が大きいと思うんですけど。私、あの、大学時代に、あの、ネバダ、ネバダの大学に行ってたんですねああ。その時に、初めて、その。ネバダ大の講義を受けた時に。あの、先生から、その、この問題を解けって言われて、解いてたらですね。先生から。 お前なんんでこの問問題を解いいてるんだっていう質問をされたんですよ多分皆さんも私と同じように「いや先生が解けと言ったからです」とした答えられなかったんですけどそういう答えをするのは自分しかいなくて解く人にもこの問題を解かせる意味があって解いている学生にもその問題を解く意味があるこの「なぜ」っていうのを徹底的にこう1年がやられたんですね。するるとと日本に帰ってくると なんでこんなことやってるのか分からないことを何も考えずに黙々とやってるっていうのが本当に目についてそしてまあ脱サラして起業したんですけど、まあ、縁あって、えー、うちの奥さんのこの,実家,の家業なんですこ,れ九州教ってでここをまあ立て直すっていうかあの再生するというのがミッションになったときに出来上がった組織を変えていくようにすごく苦労したんですね。 社員さんはその文房具やコピー機を売ってお客さんの役に立つのがミッションだって言うけどお客さんそんなもん欲しがってないんじゃないのっていうこの全く自分との見方のギャップに驚いてですねそしてあの物を売ら,ずに売らないビジネスを何かやらせないといけないと思ってあの有志の社員さんでホテルをホテルっていうのは空間を売ってますから。 付加価値を売っているので物を売っているわけじゃないんですねでそのホテルをやることによってまあ労務管理の大変さ初期投資の大きさこういうお客様が抱えていることを疑似的に自らが経験してそれを解決するというまず自らがそれをやるしかないなと思ったのがきっかけです。ですから今さっき言ったように今が変革が激しいって言われたときに必ず疑う癖があるんですよ。本当かななみたいな そう見てるとこの日本の社会ってなんか考えてるようで考えてなくてみんなフォアキャストで今やってることを延々延々と繰り返しているようにしか見えないんですねあのそういうことを考えながら今やってます年々売り上げを増やすことが当たり前って言ってるけどそれすら本当かなと思いながらやってます。答えになってますかね。はい ありがとうございます今あの3社の方から、えー、な,なぜ取り組んだかみたいなところであの取り組み内容と理由みたいなことをお聞きしたんですけどこの後もう少しあのやってみたから分かるこその課題とか今後どうしていきたいっていうので、まあ、現状から未来のこう視点を変えながらお話を伺っていきたいんですけど一旦同席さという久保課長の方もこの長崎市役所としてはこういう働き方を企業にやってほしいとかがあればその辺の視点も交えながら皆さんにお話を聞けるといいかなと思ってたんですけどここまで踏まえて何かそういう視点ありますでしょうか 長崎市の産業雇用政策課久保ですすよろししくお願いいたしますあの私たちの方としてもです、ねまあ今日のお話にもちょっとあの出てきましたけれども新しい働き方ってそもそも何を指すのっていうところはすごく疑問があの、まあ、どういったのが新しい働き方に該当するのかなというのはです、ねまあ、いろいろあの調べたりとかってしながらその言葉で出てきているものをです、ねまあ、例示として挙げているんですけど。 まああのこの新しいというのをまあ定義づけもそうですけどやはりその働きやすさいかにその従業員の方をですねあのしっかりあのまあ魅力ある企業として捉えていただいて働き続けるためにはどういうふうな働き方がいいのかそれがあの前例にとらわれることなくあのしっかりとあのそういうふうな取り組みにつなげていくと。 いう意味で新しいというふうな捉え方の方がむしろスムーズじゃないかなと思ってですねでそれはまあの業種だったりまあこれまでの形態にこだわらずにまあ変えていくんですよとそういうスタンスで取り組んでいらっしゃる事業者の皆さんを増やしていきたいとまあそういったところの視点ですねあとはやはりあのもう一方側あの雇われる側としてですねやはりあの少子高齢化で まあ、あの働く側の方たちにもいろんな状況変化が出てきている中で、まあ、あのしっかりと働きたい場所で働いていただくというふうなそれがあの場所が長崎にあるんだよというふうな状況をですね作っていくことがひ、まあ、いてはあの産業だったり経済だったりこういったところを、まあ、暮らしやすい町であの守っていきながらあの持続可能な都市にしていきたいと、まあ、そういうふうな考え方で捉えております。 今あった新しさみたいな観点とあとはあの実際皆さんどっちか傾斜科なので。 あの導入されたあの従業員側職員側がどういう観点かみたいなのを踏まえながらちょっとこのあと議論を深めていければなと思ってるんですけど例えばあのえと山口副社長の建設業界でいくと多分職種別の建設ディレクターみたいなのが新しい気がしますしあとあの導入される側の職員を巻き込んで若手社員と一緒に業務効率化みたいな観点もやられてるのかなと思ってるんでこのこでどのあたりが業界的に新しい部分なのかとか実際一緒にやってる若手職員がどういう反応かみたいなところ でまあ、実際、今の体験とかこう課題みたいなところがあったらお聞かせいただきたいんですいかがでしょうか、はいえっと、まずあの建設ディレクターという職種なんですけどもあの本来、建設業の,その建設の管理ってあの、まあ、現場を請け負いましてあの日中、現場が稼働している間はあの測量だったりとか、まあ、そのきちんと現場が行われているか写真だったりとかそういうのを協力業者の方々と一緒にこう作業していってでそれが終わると。 夕方5時とか5時半に作業終わるんですけどもそこから事務所で書類作業っていうのに取り掛かりますですので8時半例えば8時から17時までの就業時間ってあるんですけどもそこ終わってからの書類作業になるのでやっぱりどうしてもその残業問題っていうのは拭えないようになってましてで先ほどもありましたね二千2024年から建設業もちょっと残業の規制がかかってきますのでそこを少しでもなんとかできないかっていうことであの まあ全国的にその建設ディレクターという職種を今作ろうというのは建設業界内で広がっているんですけれどもそのディレクターの職業の方がえその17時以降にあるその事務所内での書類作業をえ全部請け負ってやるっていう形でどちらかというとその建設の現場管理のバックオフィス部門を作ろうというものが建設ディレクターになっています。それれであればもちちろんあのどちらかとというとやっぱり建設現場ってののは男性の 職場というイメージがあるんですけれども、そのバックオフィスボンでまあパソコンを使って資料作成だったりとか、いろいろクラウドにあるデータを引っ張り出してあの作り上げたりするというものは、男性でも女性でもできる業種でもありますので、幅広いえまあ雇用につながったり、あとはその働く皆さんがもっと快適に残業することなく働けるということをえま期待して今、進めている新しい業種であります。またあのそれに対しても若手の のまあ先ほど業務改善委員会というのを立ち上げてまあ若手からいろんな意見を出してもらってまあ会社の方でまあそれに対して対応をもちろんできるできないはあるんですけどまあそういう委員会の活動を行っているんですけどもやっぱりあのこれもちょっと半分返金になってしまうんですけどもやっぱりえ年配の方とまあ僕も含めて年配の方とまあ若手ってやっぱりデジタルに対する体制っていうのが全然違うのでやっぱ若い人たちってデジタルってすぐ慣れてこういう。 まあ例えばソフトがありますこういうアプリを使いませんかというのがそのちょっと思いもつかなかったことが提案に来たりしましてでそういうのをあの前まではやっぱり僕たちも分からない部分があったのでいやそれは社内にはちょっと合ってないよというふうな形でちょっと門前払いしてたのをまあ一旦考えてみましょうということで,でまあ結果最終的に取り入れられることも多々ありましてまあその部分で大いに今業務効率化につながっているというふうに感じています。 ありがとうございます。あの、また、ええー、リーグエイドの。 お聞きしたいんですけどさっきの林代表もお聞きしますさっきの話の中でも割とポスレチの導入みたいのは新しい取り組みかなと思ってまして多分他の自社さんよりは比較的小規模な事業だと思うんですけど割と中小のサービス業だととにかくこう気合で頑張るみたいなところになりがちなところを割とこう投資ってなかなかしづらいので今までと同じやり方でやりがちなところもあるのを割と IT 投資もしながらっていうところは新しいのかなと思ったところがありまして。 で今あの山口副,大副社長の方からはあのデジタルの感度が世代によって違うみたいな話もあったんで結構あのパートさんとかで年配の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので割とデジタル導入がすんなりいったのかあと世代によっての差あったのかとかその辺りいかがでしょうか はいえー、とポストレジもやっぱりその簡単に導入できるような金額でもなくて、えー、実際、個人事業主自営業、えー、小さな事業者にとっては、えー、導入も簡単じゃないと思います。でえー、当社の場合は今あの直営店舗に各店 導入ししているんですけれどもやっぱりそれなりりそなに費用はかかりましたただそれがじゃあ全額自己,自己負担なのかというとやっぱりそういったところは難しいので助成金補助金なども大いに活用しながらですね導入していったという経緯がありますでコスレジの場合はあの確かにその高齢者 たな話、その話、スマートフォンが使えるレベルであれば問題ないとは思うんですけども,も、それさえちょっと難しいような話になってくると、確かに扱いきれない部分もあるかもしれないんですけども、現状、現在、勤めていただいている社員の中では、ちょっとそのようなところに問題はありませんでしたので、導入して、即もうえ有効に活用していただいているという状態になります。はい ありがとうございました。あの 九州教育グループはあのホテル事業とソリューション事業両方やられているのでデジタル活用っていう意味だと実践ホテルで実践してソリューションで他の方にも提供してっていうあの両輪だと思うんですけど今あった働き方改革といったこう新しい働き方どうしてもこういわゆるローブ的なあの制度導入みたいな目線に行きがちなんですがデジタル活用みたいなまさにこう本丸なのかなってちょっと思っているところがありましてまあ、自社もそうですしあのお客様長崎市内のいろんなとことお付き合いあると思うんですけどなんかちょ 長崎県内の中小企業のデジタル投資ってどんな感じなのか今後こういう働き方とかに結構投資がされていくのかっていうのがどんなご感覚でしょうかそうですねあの、まあ、デジタル化、まあ、DX と言われてますけど私としては DX かデジタル化っていうのはあの付加価値を見える化する仕組みだと思ってるんですね、えー、これを、えー、ただ合理化するためのデジタル投資だったらですなかなかペイしないと思います 例えばホテルでも、えーまあ、本当にこのコロナの中で、えー、自動チェックインシステムが導入されて、まあ、本当に半分の人間で運営できるようになったんですよ。じゃあその半分の人間はいらないのかっていう問題になりますよね。でもそれはですねこれまで人間しかできなかったからチェックインチェックアウトをやってましたけどそれは機械でできるようになったらもうマシンに任せましょうって世界ですね。で我々がやらななきゃいけないけことは山ほどあって その付加価値を作ることに今までできなかったことに人間がいかなきゃいけないと思っています。ですからこの外国人への対応、社内の外国人材の雇用を増やす、いわゆる人間らしい仕事のを作り出すためにデジタル化をしているんですね。ですから私としては仕事っていう言葉もですね三つに分けています。一つは仕事と 仕事っていうのは新しいものを生み出すことが仕事なのでただ黙々とや,やることは労働と思ってますそれがいやいややるんであればそれは奴隷だとその奴隷か労働か仕事かとあの額に汗して働くことが美徳だっていうのは私はもう経済の時代の常識で今文化の時代なんで遊んでほしいんですね社員さんに。 遊,んで遊,び遊びの中からしかアイデアは出ないので額に合わせする労働をとにかく社員から切り離したいと思ってます。であれば子どもも産んで産休1休もきっちり取るとそういうことを当たり前のようにやっていただく中からアイデアを出していただくとそのアイデアの付加価値っていうのは最初は形がありませんけどそれを形式化して意味をなすものに変えていくっていうのがあの DX とというデジタルかの本質だと思ってますこれと労働労務管理とは密接に絡んでると思うので処理をするため合理化するためのデジタルだっていうとそこからそれってフォアキャストなんですねだからバックキャストでこういう社会を作るので今例えばうち150人正社員がいますけど150人でやってたことが70人でできるようになるとあとの70人は新しいビジネス でできるわけですから、えー、まさに収益性を生む新しい付加価値を想像することに一生懸命になってほしいので無駄な区域の労働や奴隷から解放したいというのがすべてです。ありがとうここはの今後の 地軸になるという,のをも,うちょもう一個だけ私たちお聞きしたいんですけど今またデジタルトランスフォーメーションというデジタル部分と改革トランスフォーメーション部分でトランスフォーメーション部分に夢があるとか浮いた人材が何するかみたいなところがないとこう真意を送った改革にあの取り組みにならないのかなってちょっと思っているところがありましてさっき見せてだいた絵でこうあの バックキャスティングで今、話したちが見えている世界みたいので今後、こういうのできれば導入したいというのでまだ全部おそらくできないのかなと思うのであの部分的にやっているところもあると思いますしこれからさらにこういうことをやっていきたいんだってこう今後の展望みたいなのがあればぜひ長い間お聞きしたいんですがいかがでしょうか<あ>僕は私あの、バックキャスティングのですねその話の大前提なんですけどあの大前提として例えば我々地方の中小企業というのはこの地方で生まれ育った人がほとんどなんですね。 みんな普通の人です地元の高校地元の大学地元の専門学校で出てきたほとんどですでその中で飛び抜けた能力を出してくれるっていうのは長崎が好きでわざわざ海外からやってきてくれた海外人材というのは飛び抜けた能力を発揮してくれますよねその人たちが残された他の日本人社員に覚醒してくれると思ってますそれを前提に考えるとバックキャスティングの最大のメリットはですねみんな アキャスト自分の過去に傷を持ってるわけですよ自分は大した学校も出てないとかあの,こうあの,まああの時にいろいろやらかしたのがとそれの延長線上の未来は大したことないやと思っちゃいますよね。バックキャストすると根拠はいらないので一人一人の幸せからバックキャストして今を考えてくれてなるとな最大の効果はですね自分が過去にやらかした。 あの問題が、えー、意味付けが変わってきます。あの時に、あの問題があったから、あの時に、えー、学校を中退したから、今、旧宗教グループで働けてるんだなと肯定するようになるんですよ。この過去の肯定があった前提でバックキャスト、フォアキャストからバックキャストに移ると、自分の都合のいい未来を考えてくれるようになる。 そうならないとバックキャススティンングのパフォーマンスは出てこないいと思いますであれば自分のこれまでの会社の過去はですね過去は過去として尊重はしますけどその過去と決別するようなやっぱり未来を想定しなきゃいけないですよねなので全く脈絡のないビジネスっていうのを思い,思い出してそれをうちの社員さんにチャレンジしてもらうみたいな社内の中でベンチャーしてもらうとか。 あとあのミネラルウォーターの製造プラント製造販売もやってますしビルメンテナンスから駐車場ビジネスもやってますんでやることはいっぱいあるんですね。あの限られた中で新たなビジネスをやっていくにはとにかく区域労働黙々と働くことを美徳とするということをあの廃止するっていうかですねそれをやめたい。会社なんて 遊びなんですから仕事なんてそんな真面目に考えてですね、えー、そんなもんじゃないと思うんですよだから社員にいつも言ってるんです妄想してくれともう妄想無双してくれというふうなことを言ってますねそしたらなるべく仕事を楽にしてあげるっていうのは大事だと思いますありがとうございます一応私あの専門分野で新規業報開発とかもやってるんで割とそういうお題で呼ばれるときにあのやりたいけど人手がいないみたいに説明出てくるんですけど 今あった通り、こう両方同時に考えるというのは非常に大事なポイントなのかなと思いました。ありがとうございました。 で今の,あのバックキャスティングとは妄想みたいなキーワードありましたけどまずはすで、えー、にやられた原石なことをまずお聞きしたんですけどちょっとまた、えー、妄想でも構わないで例えばあの建設の産地さんで今後こういう新しいやつをやってみたいなみたいなのがもしあればまた山口副社長に聞いてみたいなと思ってるんですがここはざっくばらんで、ね、バランにもういつか限りでも構わないんですけどあの責任ある立場だとなかなか経験に言えないとかあるかもしれないませんあいったはこの場限りということであの妄想でも構わないですけどこうやったら建設業の未来明るいんじゃないか みたいなのかもしあれば、お聞かせいただいてもよろしいいでしょうかはい、もう妄想で大丈夫なんですね、先ほど申し上げましたようにあの、女性でも働ける建設業っていうのは、やっぱりあの、まあ、業界全体で目指していかなきゃいけないと思ってまして、まあ、その中で、まあ、今後、こうなっていったらいいなと思うのは、そのやっぱもっといろんなか女性の方が、まあ、男性ももちろんですけど、建設業が、やっぱりイメージを変えてほしいなというふうには思います。やっっぱりりきついだったり、まあその 寒い暑い中でこう働かな,きゃいけない過酷な現場であったりっていうイメージがあると思うんですけどまずそれを払拭していただきたいためにえまあ弊社として何ができるかっていうのをもっ,ともっと考えていかなきゃいけないと思いますしまあ最終的にそ,のそれで女性が建設ディレクターとして来ていただけるんであればあの建設業でもその女性幹部がまたできたりとかまあ女性だけの部署ができたりとかそういうふうなこう もう男女関係なく、そういうふうなこう会社、社風だったり、風土ができていくのかなというふうに思ってますので、まあ、それがこう最終的にもうあの、まあ、SDGs にもつながるのかもしれないですけども、男女、完全なる平等な働き方になっていくんではないのかなというふうに考えて、これからいろいろ進めていきたいなというふうには考えてます。 多分男女比基本半々なので多分どうしても業界によってはその構成率と現実的な構成率と会社の構成とは違う会社も多いと思うんですけどこれ歩行感としては。 男女半々、えー、みたいなふだにならざるを得ないのかなと思っているので、まあ、そこが、まあ、あの妄想じゃない時代が来るといいかなというのを改めて思いましたありがとうございます。あと林、えー、代表のところでもともと8店舗みたいな個人事業で8店舗ってなかなか野心的な目標だとは思うんですけどプラスあの今の流れでこう妄想でもかんないさらにこう店舗拡大とかを見据えながらどういう働き方を今後やってみたいかとかもしあればお聞かせいただきたいんですがいかがでしょうか。 も、はいえー、ともと、あのー、自分が代表を引き継いだときにはもうほとんど営業所という店舗はなくてほぼ本店工場でやってたんですけどもやっぱり。えー 同じ店舗にまあ店舗を増やしていく中で同じ店舗に同じ社員が働くということをしておらずえ本店に一応全員所属する形で今日はどちらの店舗にあの出張みたいな形でえ入ってくださいと。いろんな、あ…のー まあ、社員にもいろんな特徴がございますしいろんな良さがありますので、えー、それぞれの店舗にこう入っていただきながら、まあ、良さをアピールしてもらうということで、えー、顧客をずっと増やしていくということをしてきています。でえー、現在あの元々、えー やっぱり小さい事業所ですので、有給を使ってもらうということすらなかなか簡単でなくて、正直大変な中ではあったんですけれども、今はもう、就業規則も作っておりますし、しっかりと用意して使っていただくようになっております。今後、8店舗にしていく上では、まだちょっとあと2店舗ほど増やしていくことにはなるんですけれども、地域で、もう主な市だけで、 えーまあ、要は何かあった際にもうお客様の前にでも駆けつけられる距離感、えー、手が届く範囲で、えー、まあ市民の皆様に利用していただけるようなお店を作りたいという目標が常にありますので、えー、そういった中で、えー、あと2店舗ほど増やしていきたいなと思っています。で、えー なかなか現在のクリーニング業界コストランニングもすごいかかったりするので直営店舗を出すのも難しかったりするんですけどいろんな業界の方と例えばこうタグ組コラボ組何かとのあらゆるものを自社だけでやるんではなくて実際アパレルのショップの中にクリーニングコーナーを設けさせていただいて一緒にこう。 えお店を展開している状況の店舗もあればえコンビニの中にちょっとクリーニングコーナーそういう形でえコストを抑えてえやるっていう状況をえ続けてきています。今今後の今後の展開としてはまあやっぱり今の中で やってきたことをまあずっとやっていきつつ働き方改革もまだあの全然完成形ではないのでおそらくこれから先育休とかまあ男性の育休とかっていう話も出てきている中で十人足らずの事業所でやっぱりその数ヶ月休職される状態っていうのはなかなか簡単にはいかないと思うんですね。でももそういいったのもえいろんな えー、アドバイスをいただきながらですねあの、取り組んでいける状態にはしていきたいなというのは思っていますありがとうございました、あの先ほど、船橋さん、妄想でもいいからっていう,こう素晴らしいキーワードを頂い,いたんですけど、なんかありますか、長崎市としてもこういう働き方が妄想でもいいけど広がってくると活性化するなみたいなの、のかりますか、はい、あの私もあくまで妄想ででいいですよね <laughs>、はい、あのやっぱりあの働く側も、働いてもらう経営者側もですね、 あのまあ、ウェルビーイングなというかあの幸,幸福な満足度を持ってるそういう場所が長崎というふうな形になっていけばいいなとでそれがあのあ長崎だったら働きやすいし暮らしやすいし可処、まあ、分所得時間的にもいいよねとじゃあ長崎住むなら長崎がいいよねというふうな形になってきてくれると。 まあ長崎のまあ人口だったりですね、産業、経済、こういったところがですね持続可能な形になっていくのかなと思っています、ですので、そのためにはやはり、事業者さん側のところで、どういったところがまあ今後、課題になっていくのか、どこにそのボトルネックがあるのか、そういったところをですねしっかりこうあの皆さんにも考えていただいて、こういったところはあの行政だけで変えようと思ってできるものではありませんので。 まあそういう意味では、目指すところはもう、そういうあの幸せな町、長崎というのを事業者さんと一緒になって作っていきたいというところですかね。あ <laughs> ありがとうございますあの ちょっと私のパートで10分も言いたいんですけどもう実は残り数分になってきておりまして最後、ですねあの皆さんの取り組みというより今回の参加している方オンラインの方もいらっしゃいますけどこれから取り組まれる方向けのアドバイスみたいなものがもしあればコメント皆さんがいただきたいなと思っておりまして、まあ、これからやればこういうところをあの重視した方がいいんじゃないかとかあればというのでう船し社長、いかがでしょうかいろんな経験されていると思うんですけどぜひあのその辺だからあのコメントいただけると幸いですが。すそうですねあのさっきあのニューヨーヨクの けたんですけどもあの実はこれから今までが馬車の時代でこれから自動車の時代に変わっていくと思ってるんですねですから、まあ、ど,どういうふうに具体的に変わるかというとそらく、えー、文字が生まれて6000年ぐらい人間は1階,の1階から出入りするっていうのが常識だったんですけどこれが人間があの人が乗るドローンが当たり前になってくるので空中を移動する時代がこれから本当に来るのでですね 常識変わるし例えば今長崎県が抱えている離島問題斜面地問題もおのずと解決されるでしょうしそれっていうのはこれまでの負の遺産が資産に変わるっていうことなんで新たなビジネスがどんどんできるなのでこれまでの,あのいわゆる既存のビジネスに人なんか貼り付けてる余裕はないわけですねだから人材の流動化をしないといけないのでとにかく DX 化をしてどん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 合理化してあの どうでもいいような仕事から人を解放するのが大事だと思っていますそのためとしては我が社としては今あの10%ぐらいの多国籍な人材を50%ぐらいまで上げないとそれと力仕事を全部なくして今全てのセクションに女性がいてソリューションも3分の1が女性なんですねでこれをもっともっと広げていって男しかできなかったという仕事を一切なくすとそうなるといろんな人が入ってくるので あのどん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 妄想が膨らんで、何を具体的にやるかっていうのは、こっちがジャッジしていかないとできないぐらい、多分相アイデアは出てくると思ってますありがとうございました。あの同じく林代表の方からも、今日も多分10名弱の,あの社員の方、参加すると思うんですけど、小規模企業があの取り組んでいく中でのこうアドバイスみたいなことがもしあればお願いいたします。 あのまあ働き方改革、先ほど例えば助成金とか補助金とかを使いながらえ対応していくというお話もしましたけど正直あ、ああいうまあそんなものにてあのこう取り組んでいくというのもなかなか簡単でなくてえと難しかったりもしまです。えばあのま例ば自自分自身は えと長崎県でいえば働き方改革推進支援センターの,まああの方々にご相談してお世話になったりしながらですねえ取り組んできてますしえまああの小さな事業者でもできるという思いは当然ありますあとあのどの業界でもそうだと思うんですけどお客様を大切にしないとですね えー、やっぱり商売って成り立たないと思うんですね。でじゃあお客様を大切にするっていうのはどういうことかってなると、えー、社員も大切にできないと、えー、社員の意識も高めることはできないですし質のいいサービスも提供できないと思ってますのでやっぱりそこはもう切,れ切っても切れないものじゃないかなと思ってますのでまあ一人で抱え込まずに、えー、いろんな方の力を借りながら、まあ、一生懸命やっていくしかないかなと思います。 ありがとうございましたあの同じく山口社長からもいかがでしょうか、はいあの、これから取り組まれる会社向けのアドバイスみたいなのがあれば、よろしくお願いいたします、はい、参考になるかは分かりませんが、ちょっと弊社の考え方として、あの何事もスモールスタートっていうのを考えていますあの。ちょっとしたことを会社でどんどん変えていこうという、で例えば具体的に、例えば一番最初にやったのは、有給休暇を丸一日を半日で取れるように、半日有給休暇制度にしようだったり、まあ、消滅する有給休暇を積み立てて、積み立て有給休暇制度を作りましょうみたいな。 少しこう細かなことをどん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 もうそれこそ何本の矢も放っていくような形で取り組んでいけば必然的にこう会社自体がやっぱりこう変化って皆さん恐れると思うんですけど変わっていけばその変わり方もどんどんスピードが上がっていってるのが今あの会社の現状でもありますしいろいろ変わっていった中で僕たちの,その会社がいろんな認定制度を取れたっていうところにたどり着くことにもなったんですね結局いろんなことをクリアしていけばあの認定制度だったらこの部分とこの部分をクリアしてるからあとこれだけ変えれば。 正式に認定をももらえるんじゃなないいかとかととう話もなったりとかそういうふうに社内も自体も変わろうっていう空気になってきますしその小さな積み重ねが最終的にすごい大きな会社の変化になるんじゃないのかなっていうふうに考えてます。であとはあのまあ先ほどまた一部でもありましたけどそのいろんなデジタルツールまあそれこそ電子化であったりとかいろんなシステム導入ってあるんですけどもやっぱりそ,のそれを導入することがゴールではなくそれを導入することでこのいかに本当会社の成長につながるかとかそれこそ会社まあ社員 善人を含めてのまあ幸福だったり満足度を高められるかっていうのをゴールにおいてやっぱり考えていかなきゃいけないなっていうのはえまあもちろん自社もこれから頑張らなきゃいけないでしょうしあの皆様にもお伝えしたいことでもあります、はい、以上です。 ありがとうございましたあの第1部はと先進事例も中心だったんですど第2部でかなり地の足ついた長崎県内の企業がどんなことをやっているかがあの参加した方も伝わったらいいなと思っております。で最後、ですね多分このあと市からの紹介もあるのかなと思うので、国家庁の方からこの第2部の最後のコメントと次の頭出しをしてもらって第2部を終えたいなと思っているんですけどいかがでしょうか、はいえー、パネラーの皆さん、皆さんありがとうございました。 あのやはり今あのお話の中でも出てきましたけれども取り組まないといけないというふうに考えていらっしゃるあの事業者の皆さんあのたくさんいらっしゃると思いますただやはりあのどこからどうやって手をつけていいのか分からないそもそも自分たちには無理なんじゃないかみたいなですねそういったところで。 まあ迷ってらっしゃる事業者さんの,ですね次,にあの次の一歩、本当に小さな一歩でいいので、それにあのつながるような、そういうふうなあのいいセミナーにあのなったのではないかと思っております。また、これからですね、ちょっと,えと市の施策の方のご紹介もさせていただきますけれども、ぜひあの悩むよりは、一つ一歩、何か行動を起こしていただきたいと。 いうことであのまた今後もですねあの我々行政だけでは本当にできないことですので皆さん事業者の皆さんと一緒になってですね進めていきたいと思っておりますよろしくお願いいたしますどうも今日はありがとうございました伊藤様船橋様林様山口様貴重なお話をありがとうございました最後に長崎市が今年度実施する若年者雇用促進事業についてもご紹介させていただこうと思います えー、長崎市産業雇用政策私の方からはですね、えー、長崎市からのお知らせということで、まあ、あの今年度あの、企業向けに、えー、事業をやる内容に関して、ちょっとご説明をできればと思っております。1、えー、つ目がですね、今年度あの、新たに取り組む事業にこちらになるんですけれども、えー、新しい働き方、モデル事業者、伴走支援ということで、 先ほどです、ねあの、第1部のセミナー、伊藤さんの方からのご説明で、えー、外部専門家を巻き込んで課題解決するためには、えー、課題の明確化が重要ですよというようなお話があったと思うんですが、まさにそういった取り組みを支援するものでして、まあ、新しい働き,方働き方に興味がある企業さんをです、ね、伴走型で支援して、えー、他企業のモデルとなるような事例を創出したいというような事業になります。でこの伴走した企企業業さん、まあ、モデル企業をです、ね 有料事例としてご紹介するといった事業をやろうと思っております対象企業数はですね3社予定しまして今年下期10月から3月約半年にかけてこちらをやろうと思っておりますでこちらがですね、まあ、先ほど言ったように新たに取り組む事業ということなんですけれどもおそらくあの今年度限りになるかなといったような事業にもなっておりますのでぜひチャレンジしたいと興味があると。 いうような、えー、企業様はですね、ぜひ一度、市までお問い合わせいただければと思います。えー、続いてなんですけれども、こちらあの、地元企業に対する採用活動の支援ということで、えー、人材確保支援補助金ということで、えー、令和3年度からこちら補助メニューを、えー、作りまして、えー、地元企業のです、ねえー、人材確保目的とした採用活動を支援しているといったところで、 ご存じの方も多いかもしれないんですけれども SN、SNS なんかでの広告、あるいは今年度から追加してますけれども、ホームページ、採用情報専用ページ、あるいは採用サイトのみの制作開始になるんですけれども、こちら、2つ目、あるいは3つ目の、この企業 PR 動画、採用パンフレットの制作、あるいはオンラインを含めた就活イベントへの参加といった情報発信に関する経緯の一部を支援しているところであります。 えと補助対象はまあ記載のとおりなんですけれども、補助率は上限 2,、えー、2分の1、上限20万でメニューを作っております、ご支援をしているところです。で、2つ目もこちら、あの人材確保支援補助金ということで、こちら、新たに今年度、追加したメニューになっております。 1>, あの1つ目がですねえ新しい働き方、今日うセミナー、まさにそれをあのお話ししていただいたところですけれども、こちらは補助金形式ということで、企業が独自に取り組む内容を支援するものということで、制度構築に関するコンサルティング費や、あるいはまあ就業規則、労使協定の制定改定、また、社内研修のおかげ、謝礼金やですねガイドブック制作費というのが貯経費として、 えー、かかると思います、ね、そちらを補助するメニューが1つ、2つ目がですねこちらの採用コンサルティングということで、えー、コロナ禍以降です、ねあの、特に若者の、ね、価値観、就活の在り方です、ね、多様化しているということで、えー、企業様におかれましてはあの採用手法の見直しというのが求められているんじゃないかということで、こちら、新たにメニューを追加しております。具体的にはですね 評価基準や採用ブランディングなどの採用戦略あるいはインターンシップを含む先行フロー先行体制あるいは内定者入社後のフォロー体制などのですね構築に関するコンサルティング費というものになっております補助対象はですね全ページで説明した通り同じでして補助率は2分の1なんですけどもこちら上限50万ということで 新たにメニューを作っておりますで、あの、丸る1、まる2ということで、えー、補助メニューあります、大きく2つありますけれども、こちらあの、それぞれ申請を可能としております。で詳細についてはですね、えー、長崎市のホームページ、えー、長崎市人材確保支援補助金と検索していただければ、そちらのページが見れることになっておりますので、そちらをご参照いただければと思っております。でこちら、えー、最後の あのお知らせになるんですけどもこちらも採用活動の支援ということで、えー、企業向けインターンシップセミナーとということを,をです、ね、開催するということでメニューを組んでおります、えー、インターンシップに関してです、ねあのえー、国の方針の変更であるとかあるいは学生の参加率の向上ということであの採用活動においての,そのインターンシップそのものが重要性が高まっているといったところがありますので 地元企業の実施率向上、あるいは内容充実を図るためのインターンシップセミナーというのを複数回開催したいと思っておりますで。第1回目、日時が決まってまして、こちら、来月ですね、9月の26日、オンライン形式で開催といったことになっております。内容としてはです、ね、基礎編、中級編、上級編と、それぞれ応じた内容にしようとしております。 でこちらもですねあの近日中に、えー、市内企業へご周知したいと思っておりますのでぜひご参加の方をお願いしたいと思ってまたあのその後のセミナーについても決まり次第ですねご周知したいと思っております、えー、長崎からの説明は以上となりますそれでは以上で新しい働き方推進セミナーを閉会いたします本日はお忙しい中ご参加いただきまして誠にありがとうございました